はい、SF です。いや、今日もなんかもう日が暮れましたね。これでもう一日が終わると思って、そんでまあ僕のおる地域はもう寒いんすよ。まあ雪がその僕のその家の周りはさすがに雪降らないですけど、家から見えるその近くではないですけど見渡せる山に雪降ってますからね。まあ寒い地域っすよマジで。ほんでとりあえず服なんて何でもいいんで、もうボロ着をたくさん着てないと、もう寒くて、まあ、誰かそのファッション性は関係ないですからね、自分の住んでる地域は。なんかかっこいいとかかわいい格好をたとえしたとしても、うわ何あの人素敵なんていう出会いがある地域じゃないんで、とりあえずボロい服でも何でもいいからたくさん着て、風邪とか体調崩さんように、とりあえず服なら何でもいいから、サイズも合ってなくてもいいから、とりあえず着ると。んでまあ車使って外の地域に行く時だけ多少小綺麗なね格好をしていけばいいっていう地域なんで、まあ服なんて何でもいいっすよマジで、着とればね。んでまあこっからは本題っていうか、まあ思ったことっていうことを日記に残してるんで動画に、まあ話していくだけなんですけどいつも通り。でまあ僕の話はまあ日記なんでね長いんで、もしこの動画を視聴者の方が見てくれてるとしたら、まあ作業 BGM として聞いてもらえればありがたいんですけど、まあ例えば食器を片付けとるついでに、まあテレビとかない場所でしたら、まあ流して聞き流してもらったり、料理しとるついでに、まあ携帯横っちょに置いて、まあ作業用に、まあ耳障りがいい話をできるかどうかわかんないですけど、まあ仕事用にね聞き流してもらえればね、まあ僕もありがたいなと思って、まあおすすめしてるんですけど。でまあここから話の本題ってことなんですけど、まあコロナでまあ社会がねひっくり返るよっていうね先生方が、まあ、いろんな僕も多少なりともなんか勉強っていうか社会勉強してるんで、まあ見たりするんですけど先生方の話を、社会そのものの構図がひっくり返るよって話をしとって、まあ身近な自分、それはひっくり返るかどうかっていうのは一番ね最下層の僕にはよく分かんないですけど、コロナのおかげっていうか、だいぶ来たかな、まあ、いや、おかげでその飲食店へ行くとお店が清潔になったなと思って、お店綺麗なんですよ前より、テーブルもちゃんと拭いてあるし、その店内も片付けてあるし、そのコロナ以前よりその飲食店の味って良くなってないですか。その高級店とかじゃなくて普通にそのファミリーチェーン店でも、そのコロナ以降そのテーブルが綺麗やったり、やっぱ消毒しとると思うんですよ店内を、こう1回はね絶対に。だから店内がやっぱり綺麗に片付いとって、でテーブルとかも綺麗に拭いてあって、で普通のチェーン店でもやっぱお店って綺麗にすると味って良くなるじゃないですか。厨房でも多分清潔にしてると思うんですけど、だからなんか社会が変化してきたなっていう、その悪い面もあるけど、コロナで失業が増えて仕事が失ってっていう悪い面もあるんですけど、コロナウイルスのおかげでなんか飲食店の味が俺上がったと思うんですけど、で清潔になったと思って、だからで、まあマスクは確かに
その嫌だっていう人もいると思いますけど、飛沫を飛ばさんっていう風ならなんか清潔感は上がってますよね。お互いその唾とか飛沫とかウイルスを飛ばさんっていう風でマスクをしましょうって。俺は別に、まあ、多少マスク、まあ、煩わしいって時もあるかもしれないですけど、別になんか嫌じゃないっていうか、特に男性とか多い環境やと体臭とか、まあ、お酒飲んどったらね、アルコールの匂いがするとか結構多いんで、まあ、デスクワークの環境なら分かんないですけど、まあ、よくあるんですよ、そういうのは。汗臭いとか、まあ、そういうのをなんか マスクしとるのが当たり前って風になると、割となんかいいんじゃないかなっていう風に、まあ、僕は思いますね。まあ、マスク洗えばいいですしね。その今洗えるマスクとかおしゃれなマスク多いし、まだねマスク一つでっていう文化ならなんか全然受け入れられるかなっていうのを個人的に思っとって、まあね、イスラムとかアラブの人んたはこう黒い女性でしたらこう肌を見しちゃあかんとか、全身からね肌一つ見せんような黒い被り物とかしてるじゃないですか。そういう文化に比べたら全然マスク一つで出歩くぐらい何とも思わんっていうか、だからまあその悪い面もあるけど、まあ全部が悪くないなっていうか、当然ねあのコロナで病気になっちゃったっていうその被害者がいるっていう方には、その確かにそのそういう面では大変な時代とは思いますけど、自分も感染したら仕事がなくなっちゃうしね、コロナに今感染したら仕事行けないですからね。そういう面ではちょっとコロナって恐ろしいですけど、当然クビになったりとかするんで恐ろしいですけど、悪い面だけじゃないなってのを思ったってのと、あとはまあ、まあ、一人暮らしなんであんまり料理せっせとする必要ないんで、外で食べる機会が多いですけど、済ましちゃうパターンが多いですけど、まあレジとかも今セルフレジが多いじゃないですか。まあ自分はあんまり使い方よくわからんもんで、まあ今まで通りお会計でもいいかなと思ってますけど、あれ人件費がねカットできますよね、レジ打つ人を一人雇っとった人件費を機械化したら、レジ員の店員さんの人件費カットできますもんね。でまあ立ち読みしにとか買わねえのかよって話ですけど、まあ蔦屋さんとか行ったら全部セルフレジで、でも逆にそのまあ日本人の民度は高いかもしれないですけど、全部セルフレジにしたら防犯で、店員さんってそのレジだけじゃなくて店内を見たり、まあ例えば蔦屋で本屋さんだったら本を直したり並べ直したりとか仕事やってるじゃないですか。でその中に防犯っていう意味もあると思うんですよ。セルフレジやったら入り口出入り口まで本ガバー持ってガバーって持ち出して持ってけれると思えば持ってっちゃうと思うんすよ。そんなんね、たくさんのお客さんが来て、でレジに並んセルフレジ で入り口近くに来てなんかごちゃごちゃしとったらそんなに日本なら持ってかん可能性もあるんですけど、なきにしろあらずっていうか、店内のものを持ち出し放題じゃないかなって思って、まあ、そういうそのセルフっていう流れと、まあ、俺はあんまり今の政治が好きじゃないから、まあ批判的なことを言いますけど、レジ袋もないじゃないですか。店内のものをお会計したかどうか分かんないセルフレジで、買い物袋にも入れずに店内に商品を持ち出すでも会計は済ますっていうのが、まあ、当たり前ですけど、判別がつきづらいっていうものを店外に持ち出すっていう流れがこう今のね
政治の政策として作っちゃっとるから買い物袋に入れるっていう行為がない時点でね。だからまあわかんないですよ、僕はあのお店で働いてるわけじゃないんでレジ打ちでわかんないですけど、そういうお店屋さんってそうやって小売業って被害に遭ってる人がデータとしてこうニュースとか我々の耳に入ってこんだけで、万引き被害っていうのが急増しとるんじゃないかなってのは思うんですよ。それは何でかっていうと仕事がない労働者が多いし、仕事がなかったら飯食っていけないんで、当然犯罪とかも増えると思うんですよね。治安の悪化っていうのがあるし、セルフレジ、買い物袋なし、商品を店内に買い物袋に入れずに外に持ち出すっていう流れがあるっていうのがなんかおかしくねっていう、そのまあ俺は商売をお店を持ってやっとる人間じゃないもんで、そのなんか誰かに強く訴えるということはないですけど、間接的に思っとるだけで、ただお店やっとる人んたやったら今の社会ってどうすか。俺はなんかおかしいと思うけど、前の社会の方が良かったなっていう、そのレジ袋を当たり前にが普通じゃないかっていう、その万引きされまくってんじゃねえかなってのは多少思うっていうのが2点目で、3点目は、まあ、さっきのレジする人の店員さんが削減できるっていう話からの、まあ、続きなんですけど、まあ、当然ね無人化できるよっていう流れから、今までそこに仕事があったじゃないですか。だから僕がまたね何年後年を取って、まあ、こうやってカメラを回してるか分かんないですけど、仕事が減っとんなと思って、今まではレジ打ちっていう仕事で、で例えばどっかのスーパーとか、まあ吉野家とかでもいいですし、すき家とか牛丼屋さんとかのレジ打ちとかが雇ってくれたかもしれないじゃないですか。ジジイでももしかしたら、仕事そのものがなくなっちゃってるんで自動化で、で多分掃除もそのできん場所もあるでしょうけど、フロア内の掃除って今ルンバとかって無人で走る掃除機もあるんで、掃除する おじさんの仕事もなくなるっしょ。だから掃除の仕事もなくなるら、だから俺もし最悪な結末、その自分の仕事を持つっていうところまでいければいいですけど、何かしらの方法でね、もしそれができんかったら俺は交通の旗振り坊主絶対やりたくないですけどね。夏は暑くて真っ黒に日焼けして、冬はガチガチに凍えながら道路で旗を振るっていうね、旗振り坊主、交通誘導員かな正式名称、あの仕事しかないんじゃないかなって、または建築作業員、で老人がいっぱいおって介護、交通誘導、建築作業員、介護福祉士、って思わないっすか。それやったらね、なんか座りながらねポチッとなんかボタン押すだけの仕事とかの方が全然いいんですけど、仕事がそのものがね減るっていうことは仕事の取り合いになりますからね。残った貧乏くじが僕の仕事っていう最悪な結末にならんかなってのをまあ思ったんで、まあ、コロナで社会が少しいい部分で変化しとるってのもあるよって話と、今後この先こう社会が変化して僕の仕事がなくなってくよっていう、まあ予想されるよっていう話でした。ありがとうございました。